こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。寒い、すっごい寒くて、今日さっきまでね、ちゃんとした服着てるんだよ。ちゃんとした服は着てます。着てるけど、寒くて上に子供のウィンドブレーカーを持ってきてきちゃいました。2代目の、そうそうそう。2代目が中学生の時に着てたのをお下がりでもらって、あれだよね、小さい時はさ、兄弟間でさ。我が家はね、男の子が2人続いてるから、あ、でもできなかったんだ、2代目のが大きくて、ね、そう上の方がちっちゃくてお下がりできなかったんだ、そうだ、今もそう、他の下の子もそうだよね、お下がりができないんだよね、下に行くにつれて大きいからね、そうで、だから子供のお下がりを親がもらってるんだけど、多分いるよ、そういう人はいないかな俺はね、大きいからさ、まだね、できないけどちょうどいい、息子のお下がり。そしてあったかい。本当に今日寒いよ。寒いね、朝はそんなに寒さを感じなかったけど、やっぱりでも寒いなと思ったから。認証とかがすっごい綺麗になってて、また。俺もさ、この間ママにさ、見したやつ、外に置いてあった、また一段と綺麗になったね。そうでしょう。ロメオと、あれか、なんだっけ。インテニオじゃない。インテンじゃなくて、隣にあってさ、ロメオとサラ姫、あれの中心がキュッと真っ赤になってた。サラ姫系はそうなんだよね、サラ姫の中心が赤くなる。今日、サラ姫じゃないんだけど、メモリークイーン、輸入した時にね、すっごいもうボロボロで、もうこれはしばらく売れないと思って、あっちにとりあえず植え付けといたの、真っ青だったんだけど、ビヤンって開いちゃって、ここまで綺麗に戻りました。もう少ししたら販売しようと思っています。もう少ししっかりさせてね。まだね、ちょっとね。で、これでさ、ハウスの中は日中暖かければまだまだ全然成長してくれるから、で夜ね、寒くなるとまた色がついてって繰り返すんだけど、外管理の人はどうだろう。外管理で今してないからさ、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、このぐらいの時期でもまだ成長してたよ。と思うんだよね。なんかさ、自分の中で春から夏までの成長って1年間の中で一番大きいんだよね。で、秋から夏の終わりから秋の中盤ぐらいまでの成長がゆっくり、春よりは全然成長力は少ないけど、ゆっくり綺麗に成長してってくれるイメージ、なんで多分皆さんのも結構綺麗になりながら成長してるんじゃないかなと思って。だからさ、それってやっぱり春から夏にかけてって急成長しちゃうから形が崩れちゃうわけだよ、だからここから夏の終わりから秋の中盤ぐらいまでに綺麗に育てるにはやっぱり急成長をさせずにゆっくりゆっくり成長させてあげると綺麗に育てることができます、やっぱり夏で葉っぱがこう伸びてきちゃって、ちょっと見せるね、いい例をね、伸びちゃって、でこれがね、夏にこう成長し、外葉が成長しちゃったいい例なんだけど、夏の葉っぱってこの長い部分です、で秋から冬に向けてこの短い葉っぱに変わっていきます、でどうしてもやっぱりギルバとか、ギルバのバラとかザラゴーサ系は外葉がビヨンって伸びたりしてこんな形になっちゃうと思うんだけど、ここからゆっくりゆっくりね成長させてあげると、また中心のこの短さに戻ってって、冬の間すっごく可愛い姿になっていくので、ゆっくり成長させてあげてください。いくらねこうビニールハウスとかであったかいからって水バンバンあげちゃうと、やっぱり大きくこう葉っぱが伸びちゃうからね、可愛さがちょっと減っちゃうから、あまりね水をたくさんあげすぎないようにね。あと鉢の大きさもやっぱりサイズに合ったもの、もしくは若干小さめの方がキュッと締まって可愛くは育ちます、でワンサイズ大きくすればやっぱりそれなりに大きくねしっかりした株には成長するんだけど、やっぱりこうコレクション的に綺麗に育てるんだとしたらぴったりのサイズで是非育ててあげてください、だからどう育てるかだよね、それを親として後輩に使う時はやっぱりしっかり栄養を与えて、ちょっとしっかりね、後輩までにしっかりとした株にしときたいからね、そうそうそう、種取る時はもうそれが重要、コレクション的にね種を取らない時はもう花芽が出たら花芽をすぐに切ってあげるとかしてあげると形も崩れないし、ここからね徐々に2月ぐらいから花芽もどんどん出てくると思うので、その時はその時でねまた説明するんだけど。けど、いかに美人に育てるかはやっぱりゆっくりの管理、手をかけすぎず、水あげたくなっちゃうんだけどね、暖かかったり乾いてたりするとさ、様子見ながら。だからさ、あれだよね、水を欲しがってる顔が分かれば一番ベストだよね。水が欲しがったらあげるみたいなさ、例えばさ、これなんかはさ、今わかる、こんなに葉っぱが柔らかい状態なの、こうやってなんでこんなに柔らかいかって、みんな均等に水あげてるのに、柔らかいのは鉢が小さすぎて、苗が大きすぎて、水がちゃんと入っていけてないんだよね。だから吸えてなくてこんな状態です。水を欲しがってる時ってこう血管みたいに筋張ってくるんだよね、葉っぱが。こうなってる時はもうちゃんと水を与えてあげてください。でこれをさらに通り越しちゃうと、今度下葉がどんどん枯れてってしまいます。これ以上放置しちゃダメ。枯れてるのがちょうどあるじゃん。ね、そう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 。これを通り越すとこっちに行っちゃうから。だからここまで行かないように水を上手にあげるっていうのがポイントかな。こんな感じのね、水が足んなくなってきたなと思ったらあげる。これがサイン。パンパンに腫れてる時って水をあげれば今度葉っぱが伸びちゃったりするから、そこだけ気をつけて、ね。こう水あげられてないんだよね、やっぱりね、苗が大きすぎてね。そうなんだよね。ちょうどここに隠れるから入っていかないんだよ、苗に。ね。そんなことで可愛く育てるには、だから本当にちょうどいい鉢でね。ちょうどいいお水のあげ具合でね。多肉の様子を、葉っぱの様子を触りながら見ながら。最初はやっぱ触ったりして柔らかいなと思った時にあげるとか、こうシワが寄ってるなっていう時にあげるぐらいでちょうどいいから、無駄にあげちゃうとやっぱり腐っちゃう原因になっちゃうし、葉が伸びちゃう原因にもなるし、紅葉もねなかなかしてくれない原因にもなるからね。水をやっぱりしっかり切って太陽の光をたっぷり浴びさせることが紅葉にもつながるからね。だから極端にね水を切りすぎないで、適度にあげるっていうのをね、心がければね。そうそう、なんかさ、昔はさ、よくこうネットで調べると、水をとにかく夏は切るとかさ、そういう極端な例が多かったじゃん。だけど、結局それやっちゃうと夏の間にね弱っちゃったりとかってあるから、だからさっき言ったみたいに欲しがったらあげるっていうこの時期からはね、そういうのがいいかもね。よく観察してあげると、その欲しがってる様子がわかるから、欲しがってるのをよく見極めてあげてください。でその状態からたっぷり水をあげられると、何日かすると全然変わるからね。あ、吸ったなっていうのがわかるからね。 それがわかるとすごく目安がわかりやすくなるよね。3日するとパンパンになるから、これはまだ全然水が吸えてない。同じ品種で見せると水が吸えてない状態、根はねついてるんだけど水がちゃんともらえてなかったのかもしれない。こっちは水を吸った状態、同じ品種でこれだけの差があります、でこれまた水が抜けてくるとこっちに戻ってきます、でその繰り返し、ね。で日に当てるとこれにさらに色がつくっていうさ、可愛いことになるんだよ、うまくだから見極めてね、お願いします。あのさ、初心者さんにまた最近ね結構多いと思うんだけど、育てやすい品種とかおすすめの品種とかってなんかある？あ、そうだね、育てやすい、もう個人的にすごいおすすめなのはムーンストーンとか、やっぱ長くあるやつっていうことになるのかな。あとこういうほらシルエットとか、シルエットとかはもう間違いなく育てやすいから、まあまあそうだね、何も難しいことないよねこの辺は。そうそうそう、シルエット、ムーンストーン、ピンククリスタルローズ、あとイーストレラ、あとなんだ、それ系は育てやすいよね。でロメオとかその辺は冬場は大丈夫なんだけど、夏ちょっと弱かったりするから、この時期からねだから育てていくのはいいかもしれない。そうだね、で夏までにしっかりとねって思うじゃん、でもやられるんだよ。まあまあロメオやられたことないんでしょ。そう、俺もこの冬の間にしっかり作っとこうって思って頑張るんだけど、春の終わりぐらいからね、あれってなるんだよね。何回かなってる、なったことないから分かんなくてさ、その感覚が。そう結構多いと思うよ、ロメオです。同じ。そうだから分かんないからさ、自分でさ、でも夏は弱いってみんな言うから、でもね、そうなんつうんだろう、もともと強いのとか、あと自分の育て方にはまると、ロメオとかも全然平気な場合もあるしね、ぜひ皆さんもチャレンジしてみても。置き場所とかもね、そうそうね、俺なんかロメオ何個もさ、やっぱ後輩使いたいから育てたけど、全部が全部ダメになるわけじゃないからね。だからまあ必ずしもねあれってわけじゃないからね。そうですね。はい、ごめんね、喋りすぎた。うん、大丈夫。あとは育てやすい。あとそうだね、薄葉よりも前も言ったけど厚葉、肉が厚い方が初心者さんは育てやすいと思います。やっぱり薄葉だと水の加減が筋が出たっていう状態が分かりづらい、その分下の葉っぱがどんどん枯れ込んでっちゃうから、その状態がすぐに分かるのってやっぱり厚い葉っぱのものの方が分かりやすいから、できれば厚葉のものを最初に選ぶときは選んだ方がいいです。そうだね、だから選べるセットとかってやっぱり昔からある品種を組み込ませてもらったりとか。あと育てやすい品種で組み込ませてもらってるんで、特別珍しい品種が入ってるわけじゃないんだけど、初心者さんが選んで育ててくれるにはもう本当に育てやすい品種だと思うから、でやっぱり輸入の苗ってその時期その時期で、自分の中でね、これ系は輸入する時にやっぱり群れに弱いからこの時期は輸入するのをやめようとか考えながら輸入してるから、その時期その時期であったものをね一応輸入してるから、今売ってるものはすごく今の時期に合ってるものって考えてもらっても全然 OK です。はい、はい、無言になっちゃう寒すぎてねえ、そんな感じです。まあそんな感じでね、いろいろとその水の上げ具合をね、意識してあげるとまたより綺麗に育つかもしれないんで、上手に、こういうのなんかさ、こういう系はヒエリナ系とかそうなんだけど、育てば育つほど上にこう座布団みたいにどんどん重なっていくの、それがまたブスかわいいんだよ。あまりいい成長すると松ぼっくりみたいになっちゃう。そう、松ぼっくりみたいになる。それがまた可愛いんだよね。そうで、そういうのってさ、成長しすぎると今度切るのがもったいなくてなかなか切れないんだけど、そういう風にね、ちょっと自分の中のちょっとブス可愛いっていうぐらいまで成長させてもらうと、やっぱり愛着がもっと湧くよね。自分の持ってるアマビレもそうじゃん。アマビレの大きさじゃなくて見た目もちょっと微妙だけど、やっぱりあそこまで大きく育てると可愛いから。そうだね。そんな感じのね、でうまくメリハリをつけて育てると、さらにこれからの紅葉時期を楽しめるんじゃないかなと思います。はい、大丈夫？大丈夫。はい、じゃあそんな感じで今日は特に何もなし？特に何もないよね。ただただ喋って終わった。そうだ、喋りまくって終わった。はい、じゃあそんなところで、はい、よろしければお願いします。はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。